シャ,クシャインシャクシャイン、砂防車場、アイヌ語、サクサイヌサクスヌー、または、サクサイヌサムクサイヌー、1606年、慶長11年から1669年11月16日、関文9年10月23日は、江戸時代前期のしべチャリ、北海道日高館内新日高町静内のアイヌの主張。シャ,クシャインは、しべチャリ。 現在の新日高町以南の日高地方及びそれ、伊東の集団であるメナシクルの主張であった。メナシクルは、現在のニーカップ町から白井町方面にかけての集団であるシュクルとシベチャリ川、シズナイ川流域の領分をめぐって遅くとも1648年から対立していた。メナシクルの先代の主張であるカモクタインは、シュムクルの主張。 鬼菱との1653年の構想により、殺害者、副主張であった釈社員が主張となった。釈社員は、しべちゃり川下流東岸、しべちゃりの茶師、鳥出を拠点としていた、現、新日高町静内地区。鬼菱は、しべちゃり川上流西岸のハエの茶師を拠点としていた、現日高門別地区。両者は、まさ藩の仲介によって講和するが、漢文年間、 1661から1673年に対立が再燃し1668年4月、釈社員が鬼菱を殺害。報復のため、ハエはマサキ藩に武器の援助を申し出るが拒否される。さらに死者がキロに急病死すると、死者はマサキに毒殺されたという風説が拾り、皮肉にも対立していたシベチャリとハエを一つに止めるものであった。 シャクシャインは、エゾ地全域のアイヌ民族へ、マサキハンへの戦いを呼びかけた。1669年6月、シャクシャインの指導するアイヌ軍は、マサキハンへ放棄を起こした。これが、シャクシャインの戦いである。放棄は、各地で発生しすな金掘りや交易に訪れた、船舶や高町を攻撃、和人を殺傷した。釈シ,シャインは、マサキを目指し進軍。7月末には、 現在の山越軍をおし部町の訓練まで攻め進んだ。ま木藩から急報を受けた徳川幕府は東北諸藩へ、正木藩に対する援軍や鉄砲、兵糧の供与を命じ実行された。訓類での戦闘は8月上旬頃まで続くが、釈社員勢が和人側の妨害により、お島半島のアイヌと連携できなかったのに対し、正木軍は幕府や東北諸藩の支援を受け、 鉄砲を多数装備していた。これにより戦いは、シャクシャイン側の劣勢となり、シャクシャイン軍は、軍類からの敗退を余儀なくされた。シャクシャインは10月23日、11月16日に、現在のニーカップ町にあたるポ北のマサキ藩陣営で、暴殺され、指導者を失った放棄者たちは、マサキ軍に降伏した。1970年9月15日、 釈迦院の茶師が遺跡として残る新日高町、新歌公園に、任意団体、釈迦院検証会によって強化プラスチック製の立像が、有志の寄付により混流され、1976年に、静内町に寄贈された。この釈迦院像は、和人の彫刻家、竹中佐都史がデザインしたもので、像は高さ3.5メートル、杖の先までの長さは4.2メートル、風をはらんだ。 かっこロ、万ントせに、エクンネクは、山杖を右手にかざし、神の祈りを聞く釈迦員の姿を表現したもので、一部に言われている、正木藩の方向へ怒りを表し姿ではないことが、1972年9月30日に発行された、自動書、明日に向かって、アイヌの人々は訴えるによって記されている。毎年9月には、新日高アイヌ教会が、像の前で禅道から、 アイヌ民族集めた法要祭を行っている。1972年9月20日、結城商二ら5人が、釈迦院像の台座に刻まれていた、町村金吾知事、当時の名を削り取る事件があった。犯行に審査翼の大田龍が加わっていたことから、警察は、札幌オリンピックを控えた事件を狙った過激派による事件とし、 全国指名手配の末、1974年に、結城らを逮捕した。しかしこの事件で有罪となったのは大田のみで、結城や足立正を、新谷幸など他の4人は起訴猶予となった。2015年、新日高アイヌ協会が、老朽化を理由に協会を、NPO 法人化し寄付を募る形で像の建て替えを、決定した。しかし、政府のアイヌ新法検討を踏まえた、 穏やかな表情のデザインによる心臓の発注、行ったアイヌ協会とすでに定着している従来の像の存知を主張する釈迦院検証会との間で意見が二分し、新日高町は心臓完成後に急増撤去を行う方針だったものの検証会の申し出を受けて保留し、町アイヌ協会検証会による三者会談を行った。しかし話し合いは平行線をたどり、 一旦は、旧像を残したまま心臓も立てることになったが、結局9月20日に、新平課長は老朽化が進み、倒壊の恐れがあり、危険として旧像を撤去した。心臓は手のひらを上にして、恩神、拝礼をする姿をかたどった、高さ約4メートルのブロンズ製で、9月23日の法要祭で披露された。その後10月には、尺社員検証会が町による、 旧造の撤去、対応が乱暴で納得いかないとして、旧造の型枠を用いた、独自の再建計画が判明している。2016年10月28日、おしゃまんべ町は、国縫い川ほとりの旧国縫い子敷地に、釈社員古船場跡碑を設置して、除幕式が行われた。この石はからの高さ2メートル、幅3メートル、奥行き1メートルの大きさで、 見かげ席である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。